この展示会は岡崎市の民族仮面の収集家藤谷幸宏さんが自身のコレクションをより多くの人に見てもらおうと開きました。会場には藤谷さんが50年にわたり世界各地で集めた300点以上の中から73点の民族仮面が飾られています。アフリカのガボンという国の先祖像は木の上に金属板が貼られたもので、遺骨の入った入れ物の上に死者の守り神として載せられており、世界的に見ても珍しいものです。ネパールに伝わる仮面には頭の上に骸骨がつけられており、煩悩を克服し神となった証と言われています。他にもユニークで珍しい仮面が並ぶこの展示会は来月9日まで開かれています。